建築という分野を学ぶ彼の悩みは、考えすぎるほどに設計計画を突き詰めて時間がいつも足りなくなるという少々真面目すぎるもの。西郷研究室に席を置く彼の研究テーマは建築家の分析と研究。古今東西で名を馳せるさまざまな建築家の建築思想とそのデザイン性を研究することで、自分自身の考えを磨き、オリジナルの建築思想を構築している途中だ。今私は建築家内藤浩さんについて研究を行っており、その設計手法と意匠的特徴を学んでいます。そしてその特徴を生かした高齢者介護施設の設計に取り組んでいます。インターンシップ先での体験が将来へ向けた目標になったという彼は、圧倒的なスケールの建築物こそ人の安心や社会を醸成するものだと考え、卒業後は建築の最前線で働く自分をイメージしている。